皆さん、こんにちは。楽天証券経済研究所、客員研究員の方、本日もよろしくお願いします。先週の 日曜日ですね、5年に一度の中国共産党大会がついに開幕しました、同日ですね、習近平総書記が談話報告を発表して、まあ、正式にですねこの党大会がスタートしたと、でまあ、私がこの話をしている現在ですね、いまだにこの、まあ、約1週間続きますので、党大会というのは続いているんですけれども、本日はですね、まあ、その党大会の報告であったり、ですねこの開催時の様子などを受けて、ですねあの私が注目する話というのをしていきたいというふうに思うんですけれども、 まあ、いろいろですね政治とか経済とかいろんな話をするんですけれども、まあ、私から見て結構あんまり注目されてないんですけど重要だなというふうに考えるテーマが、まあ、中国の少子高齢化の問題でおそらくほとんどですねメディアとかにも出てこないというふうふに思うので、まあ、この動画でぜひですね皆さんにこうご紹介、えー、と議論を促したいなというふうに思いました仮にですねこの動画面白いとお感じになった方はですねぜひチャンネル登録そしていいね教えていただけると大変幸いでございます。 本日もパート3つに分けていきます、えー、パート1としては、えー、共産党大会が開幕と7月から9月期の経済統計結果の発表は延期されたと,、まあ、ちょっと少子高齢化のテーマとは違いますけれども冒頭でということです、えー、2つ目としては、まあ、少子高齢化対策として注目される社会福祉政策で3つ目が、えー、党大会で取り上げられた、えー、社会福祉政策の方向性ということで、まあ、マーケットのヒントもお送りしたいなというふうに、えー、思います。お付き合いいください え早速、えー、パート1ですけれども、党大会発表されましたよとで、以前もこの動画でお話したと思うんですけれども、前回の5年前の、えー、党大会では、習近平さん、3時間21分というあのマラソン演説をしたんですよね、であのこれもまた恐縮ですけれども、私も一応あの、アマチュアランナーとして走っていて、ですね、まあ、私のマラソンが3時間18分なんで。 習近平さんが演説をする間に私はマラソンを走れてしまうってう、まあ、だからこそ実感がすごいあるんですけれども、まあ、あのマラソンを3時間18分で走るよりです、ね、3時間21分演説し続けることの方が難しいかもしれないですけれども、まあ、前回はそうだったと、ただ今回は1時間44分と。 私もずっと聞いてましたけれども、前回の半分以下だったということですね。で、まあ、あのこれもですねちゃんと党大会報告というその文書があるんですけれども、まあ、その最終版というのは現時点ではまだ発表されていないんですけれども、現地の記者とかに聞くところによると、ですね今回の報告書は72ページだと、中国語で。で、前回は68ページだったので、実は今回の報告の方が、前回よりも多いんですよね。 要するに習近平さんは報告の半分、当然、ペラペラめくりながら。 報告書を読むわけですけれども、この報告の半分以上を読み飛ばしたということですね。で、あのまあ、その理由としては、まあ、新型コロナが続いてきた過去の3年間ですね、この中国共産党の各会議では、まあ、1時間半を超える演説というのは基本的に実施されていなかったという経緯もあって、まあ、それを、まあ、今回も考慮したのかもしれないです。あとは、まあ、前回の3時間21分が、まあ、あまりにも長すぎるということで、不評を買ったという、まあ、前回の教訓、あまた、あ、は習近平さんご本人の まあ体調面への配慮というのもあったのかもしれないということですね。まあ,あ、党大会は22日土曜日に閉幕をして、23日にはですね、お昼ごろには新たな中央政治局常務委員、つまり新たな指導体制というのがお披露目になるということだというふうに思うので、まあ、まさに最大のポイントですよね、党大会の。ですから、来週の動画ではその模様というのをお送りできるのかなというふうには思います。そししてですね皆さん開幕後、まあ、若干物議を醸しているのが この18日、えー、今週の火曜日に予定されていた7月から9月期の、まあ、第3四半期の、えー、および9月の、えー、主要経済統計、まあ、国内総生産、GDP とか小売とか投資とか工業生産の、まあ、数値ですよね、この発表が、まあ、異例中の異例で延期になったんですよね。で、その理由とか背景、あるいはいつ発表されるのかということは、まだ担当の,その国家統計局からは。 発表されていないですしまあ、いくつかのメディアがですね。まあ、取材をして何なんだっていうことを問いただしたりしていたようです。けれども、もまあ、実際のところは分かっていないっていうことです。で、あの俺自体あの非常にまあ異例なことなんですけれども、実はその党大会の日程が発表された。直後の9月1日のあのこの動画でですね。実は私その当時のだから、テーマっていうのはその共産党大会が10月16日に。 開幕するという、この意味というのをお話ししたというふうに思うんですけれども、当時、私、ですねおそらくこんなこと言ってたと思うんですね、そのこの10月16日の開幕っていうことに、そのこのタイミングに関して、 その一つ大事なポイントというのはまさにこの7月から9月期の経済指標の発表が10月18日に行われる予定であるとだからそれよりも前に開幕したいという思惑が習近平さんにはあるんじゃないかっていうことをお話したというふうに思います実際ですね、まあ、この期間もですねもう新型コロナとかえ、まあ、ロックダウンとか猛暑によってまあ非常にこう経済が低迷した4月から6月 月、まあ、月から9月っていうのはこう、まあ、V 字回復が見込まれたわけですね第2四半期は0.4%成長でしたから、第3四半期どうなるのかということが非常にこう注目されていたと言われてましたけれども、実際のところは、まあ、そんなによくならないんじゃないかというのが、まあ、大方のまあ予想ですよね。で、仮にその市場であったり世論の期待とか予想を裏切るような統計結果が出ましたと。そそしてそれが出た中で 党大会開幕というふうにいくと、ですねおそらくその党大会の人事とかそういったものをですね推し進める上えで、まあ、習近平さん、まあ、若干こう逆境に立たされるんじゃないかみたいな、だからこそまずは開幕させてしまって開幕後、 その統計結果が発表あるいはまあ実際は開催期間中ですけれどもそうなればですね普通に考えればもうあの開幕時にはですね大きな人事とかっていうことも基本的にはもう決まっていると確定しているということだというのがまあ私の見方でもあるので、まあ、そういった考慮が働いて10月の18日つまり党大会開幕の2日後に あの発表するっていうことになったんじゃないかという私なりの分析をですね9月の1日にあのしたというふうに思うんですけれどもまあそれからまあ,あの1ヶ月半以上が経ってですね実際党大会も開幕しましたということなんですが正直言ってですねこの予定通り発表されなかったっていうのはこれ異例ですし私としても想定外ですただ一つ言えることはこの発表されなかった発表が延期になったっていうこの事実と 党大会というのは全く無関係ではないというふうに思いますねむしろ党大会開催中という、まあ、極めて政治的な背景がある中でこの統計結果が発表されなかったということだというふうに思うんですよね実際にまあ習近平さんにとって今回の党大会を通じて最も実現したいことっていうのが、まあ、習近平いわゆる第三次政権ですよねこの第三次政権を自らの構想にこのあった形で開催して 自らの願望を反映する新指導体制、これをスタートさせること、これがまあ習近平さんにとって最大の目標ですから、そう考えると、まさにですねそういうあらゆるその政治的な攻防が繰り広げられている真っ最中に、この7月から9月の統計結果が発表されるのは、それは不都合であると、今、そういうことを嫌がった、故に回避したということだというふうに思いますね。国家統計局の仕事が間に合わなかかったとか ななんかか統計ミスがあったとととそういういいいことではないというふうに思いますつまりその技術的な理由ではなくて政治的な理由によってこの統計結果の発表が延期されたと、まあ、それだけですねその政治と経済が非常にこう複雑なこう綱引きをしているっていう,こう緊張関係にあるっていう現状なんじゃないかなというふうに思いますまあいつ発表されるのか分かりません党大会が閉幕して間もなく発表されるのか あるいはその11月に持ち越されるのか、そこは私は現時点でわからないですけれども、まあ、延期されたという事実は一つですね、党大会開幕直後のまあビッグニュースとして、あの私は受け止めましたということです。はい。<music> え、ここからパート2でですね、ようやくあの今回の本題に入っていきたいというふうに思うんですけれども、党大会が、 私、よく言うんですけど、大事なことって3つあるんですね。1つはそのトップの習近平総書記による報告。2つ目がその党の憲法といわれる党規約の改正。3つ目がその党大会の人事ですね。で、まさにまあ今回というのはその報告というのを見ていきたいんですけれども、この報告というのは、先ほど申し上げたように、今回は1時間44分。 えー、計72ページだけれども、大幅に読み飛ばしたということですが、まあ、その内容というか、構成というのはです、ね、この過去の5年間の,その党としての仕事を総括をした上で、これからの5年間、あるいは10年間に向けて、この指針を示すということなんですけれども、まあ、どういうふうに国家運営をしていくのかということですよね、その政治とか、経済とか、科学技術とか、文化とか、環境、外交、軍事、台湾問題、あるいはその党内建設など、あらゆる分野を語っているわけですけれども、 これあの冒頭で申し上げたように、まあ、おそらくあんまり注目されてないし、おそらくメディアとかでも取り上げられないんですけれども、今後の中国の,この行方というか、発展というのを考える上で、私が非常に重要だというふうに思うのが、やっぱり少子高齢化の問題なんですよね、そしてその少子高齢化の問題というのを解決するために、その社会福祉、社会保障の分野っていうのをどういうふうに改善していくかということが極めて重要なんじゃないかなというふうに私は考えています。 でその上でこのテーマを考える上で今現状中国の少子高齢化問題ってどうなってるんだろうなってことを簡単におさらいしておくと昨年2021年ですね中国の人口というのは総人口は14億2589万人に達して今年つまり2022年以降は減少に。 転じるる可能性がが高まっているっていうのが現状なんですねで2021年の出生数というのは1062万人で1949年の建国以来最少でしたそして人口の自然増加率は0.03%まで下がってきているとつまり人口が増加しなくなっているということですねそしてですね、まあ、少子高齢化にそんな少子高齢化に歯止めをかけるべく、ね、中央政府はですね1979年から始めた一人っ子政策 を解禁して、2016年には全ての夫婦が二人目まで産めますと、そして昨年には三人目まで産めますということをまあそういう政策を発表したんですね。まあ私から見るとですね、三人目まで産んでいいよって言うんだったら、もうそんなね制限かけるなというふうにやるべきだと思うんですけれども、まあそこはですね、あのまあ中国共産党としてその辺はコントロールをしたいということなんだというふうに思うんですけれども、まあ、実際にですね、そういうふうに三人目まで産んでいいですよと。 ということを政府が政策として発表しても、これ以前も動画でやったと思うんですけれども、例えばその結婚する人の数が減っているとか、あるいはその都市部における生活コスト、まあ、教育とか医療とかといった部分のコストが上昇しているとか、まあ、そういったことが原因となって、ですねこの若い夫婦たちが出産をしたいというふうに思える、まあ、そういった局面を促すには至っていないというのが現状なんですね。 でこれから2050年にかけてその15歳から64歳、すなわちその生産年齢人口と言われるこの人口のまあ数がですね現在これ9億8000万人いるんですけれどもこれが2050年には7億7000万人、すなわち2億人以上が減る見込みであると。 いうことなので、これはもう経済の持続的な成長という意味でも不安要素になるというのが、まあ状況なんですね。ですから、私がなんでこの問題大事かって思うかっていうと、もちろんここ1年、2年、例えばその台湾問題とか台湾有事っていうと、これから数年で何か大きなことが起こるんじゃないか。まあ、故に皆さん注目するって、これあると思うんですね。ただ、一方で、やっぱりそのこの人口動態というのは。 もうストレートがバーっとくるような感じでいきなり何かこう社会にこう地盤沈下が起こるみたいなこういう状況にはならないですけれども徐々に徐々にじわりじわりと効いてくるというまあそういう要素だというふうふに思うのでやっぱりあの適宜注目していく必要があるなというふうに私は思ってるんですけれどもまあ実際中国はですねそのデジタル経済デジタル化社会っていうのを大々的に進めていますし AI とかロボットとかまあそういう先端技術ですね の研究開発サービスといいうのも急速に進んでいますで都市化率というのも足元67%まで来ているということもあってですね、まあ、少子高齢化という問題そのものが生産性の低下や経済成長にとっての下振る圧力になるとは限らないとそれを食い止めるための新たな政策というのを打たれていくと思います一方で私が思うにはこれに同じ人間として思うのはやっぱりその国民が将来に対する不安を解消できない。 もう将来どうしようどうしようっていうそういう心境で生活する人々が国のほとんどだとした場合にやっぱり若い人々っていうのは安心して出産や育児に向き合うとかあるいはその正当な労働あるいは投資を通じてこう内需主導の経済成長というものを促していくと、まあ、そういう役割を果たしてもらうことっは難しいというふうに私は思うんですよね。ですからその特にその出生率、まあ、今は問題になっていると。もうこれから人口が 減少に転じていくということですから、それをやっぱり解消していく、政府による政策を、マクロ政策を持って、人々が、あそうだったら出産したいなと、育児に前向きに取り組みたいなっていうふうに思うためには、私はやっぱり、ですねこの社会福祉の充実というのが不可欠であるなというふうに思うんですよね。 実際にですねこの国際労働機関というところが2017年に発表したレポートによるとですねこの中国の GDP に占める社会保障支出の割合というのは0.2%ということで世界平均の1.1%を大きく下回っているというのが実態なんですね、すなわちこれは改善の余地は大いにあるということだというふうに思います。はい ここから最後、パート3ですけれども、じゃあ、党大会の報告、習近平さんの報告で取り上げられた、この社会福祉政策の方向性と、内訳というのを見ていきたいんですけれども、まあ、この報告、全、まあ、第15章からなってるんですけれども、その第9章が、 国民生活の福祉を増進し、国民生活の質を向上させるっていうタイトルなんですね。で、この中で、その公共サービスシステムの健全化とか、あとその公共サービスの水準の向上を通じて、共同富裕を着実に推し進めていくというふうに記載されているとで。内訳としては4つあって、その4つというのは、えっと、分配制度の最適化。 雇用優先戦略の実施、社会保障システムの健全化、そして最後に健康中国、つまり人々が港を健康な中国の建設というのを推し進めていくという、まあ、この4つからなっているんですよね。でこれらっていうのはその 今後のの中国の社会福祉政策っていうのを占う少子高齢化の問題解決につながるという意味で非常に重要だと思うんですけれども、ちょっと1つずつ見ていきたいんですけれども、まずその分配制度の最適化に関して言えば、まあ、この報告書ではです、ね、この分配制度は共同富裕を促進するための基礎制度であるという前提のもとです、ね、市場、政府、社会による分配制度をパッケージで進めていくと、まあ、そのためのシステムの整備、機械法兵を促進するために低所得者層 の収入を増やして中間層を拡大して、あとはその所得制度の最適化、社会保障政策の充実といったものを掲げているということなんですね。で、まあ、これなんか、あの市場では物議を醸してきました。けれども、高所得者層や有力企業には公益性の観点から慈善事業などに取り組んでくれとまあ。 あの格差是正とかね、この分配制度にこう積極的にこう寄与貢献してくれっていうことだというふうに思いますね。で、2つ目のその雇用に関して言うと、まあ、中国政府はずっと言ってるんですけど、中国の経済政策にとって雇用こそが、つまり人々が職を持っている、職についているっていう、この状態ですね、これこそが最重要事項であるという。 その党指導部の立場っていうのを、私は如実に体現してるんじゃないかなというふうに思います。まあ、これはですね、これまで軽視されていた職業訓練とか、まあ、日本のその職業訓練学校みたいなところあると思うんですけれども、あの職業訓練とか。 あるいはその雇用構造をめぐるミスマッチの問題とか、あるいはその労働者の権利の保障とか、まあ、こういったことが掲げられているということですね。で3つ目の,その社会保障でいうと、年金、医療、失業、労災といった各種保険を多面的に発展させる必要、政策というのが掲げられていると。で実際です、ね、このじゃあ中国の,その保険加入ってどうなっているのかというのを見てみると、統計によるとです、ね、2021年の末時点で、 中国の,その全国の医療保険には、まあ、基本的な医療保険には13億6000万人、すなわち人口の96%以上が加入していると、一方で基本年金は74%、失業保険は16%、労災保険は20%と、まあ、まだまだこの社会保障システムという観点では改善の余地があるというのが現状だというふうに思いますよね。 保険に頼るっていうことに関して人によって価値観とかですね人生観っていうのは違うというふうに思うんですけれどもやっぱりまあ普通に考えたら社会全体として考えたら人々が将来に対する不安をなくす何かあった時のためにの備えになるっていう観点からするとやっぱり保険っていうのはまあ非常に大事な分野なんじゃないかなっていうのは中国でも認識されてきているということだというふうに思いますね。 最後にその人口の発展戦略っていうふうに言ってるんですけれども、まあ、この報告書にはですねこの国民の生育を支持する政策システムとして、出産、育児、教育のコストをカットすると、まあ、ここに取り組むというふうに言ってるんですよね。あとはその高齢化というですね不可逆的なこの数勢に積極的に前向きに対応する受け身ではなくてね。 するという観点から、養老事業や産業を発展させること、えー、高齢者の老後生活に焦点を当てた医療サービスを充実させること。まあ、日本でいうところのこの最近で言うと何ですかね。住宅型の介護施設とかあると思うんです。けれども、まああ、いったものも今後充実させていくということだというふうに思います。まあ、あの今いくつか見てきました。けれども、もまあ、そこから言えることはですね。中国政府としてこの少子高齢化っていう。このまあ、不可。逆的な数線に対しては真正面から。 かつできる限り前向きに向き合う、取り組むとで、そのためにその社会福祉政策を充実させて、国民の生活コストを下げて、えー、しかるべき消費を促すと、まあ、そこに対する重要性と必要性のという意味でのこの認識というのは、しっかり見て取れるというふうに思うんですよね。問題は、これらのまあ一見、素晴らしい政策とか認識を、どういうふうに実際の政策につなげるか、問題、ここからですよ、言うだけなら簡単ですから、これは。 ですから、ここをどういうふうに実施していくか、そして結果につなげていくかというところが、おそらくですね、今後中国の少子高齢化というですね、あの問題を捉えていく上で極めて大事になるんじゃないかなというふうに個人的には思います。まあ私自身はですね、最後に申し上げると、やっぱりその人口動態、日本もあの65歳以上が占める。 総人口に占める割合っていうのはもうすぐ30%に達して、これも世界一ですからね、中国はとはいってもまだ13.7%ぐらいですから、日本の半分以下なわけですね、ですから日本もですね人のことを言ってる場合じゃないっていうことなのかもしれないですけれども、まあ、中国のっていう観点からすると、やっぱりこの人口動態を巡る動向というのは、そのこの国がですね、長期的にどういう発展の軌跡を描くのかということを考える上で、まあ、潜在的に言えばリスクともチャンスともなり得る。 良、まあ、くも悪くも不確定要素になるということだというふうに私は思っています。ですから、この問題、どういうふうになるのか、今後、ですね機会があれば、ですね、まあ、以前もあの3人個子政策解禁したときに動画で扱ったというふうに思うんですけれども、まあ、ぜひですね私自身、ですねこう定点観測を通じて、この問題をしっかり捉えていきたい、分析していきたいなというふうに考えています。はい 最後にマーケットのヒントいきますけれどもあんまり一応大したことは言えないんですが1つ目が7月から9月期の経済統計の発表延期は 党大会開催という政治的理由に起因すると、ま,あ、またしてもですね政治の論理が、えー、経済の論理を凌駕したという、まあ、若干不都合な真実ですけれども、今回もそうでしたと、2つ目が少子高齢化というのは中国の将来の発展を考える上で潜在的に重要な要素であると、3つ目には、えー、中国政府は少子高齢化という問題を直視し、社会福祉政策の改善に取り組んでいると。まあ、これはもうしっかりあのー 評価すすべきだと思うんですねただ一方で今後の動向がどうなるかというのはまだまだ分からない、いうこととやること、そしてあの取り組みと結果というのはそれは別問題なのでそこはまあ辛抱強くですね、長期的に見ていきましょうということだというふうに思います。はい、党大会が始まってでですねおそらく来週の動画では まああの新しい人事がどうなったのかとか、もちろんですそんなこと興味ないという方もいらっしゃると思うんですけれども、私にとっては、一番興奮するこれからの1週間だというふうに思いますので。 まあドキドキワクワクしているというのが現在の心境ですけれども、また来週ですね、党大会に関する一つの総括ということでお送りしていきたいというふうに思うので、ぜひですね、あのご興味ある方はあのご覧いただけると幸いです。はい。楽天証券の投資情報メディア、投資ルがお送りしております。仮に先ほどの私の話、少しはためになったなと思われる方はですね、ぜひ、毎回で恐縮ですけれども、チャンネル登録、そしていいね、押していただけると大変勇気づけられます。またお目にかかります。ご清聴ありがとうございました。